いつもお世話になっております。最近ジムの重量や回数などをノートにメモを取るようになってから、しっかりと回数や重量が明確になってトレーニングの質も上がったと思っています。山井さんはノートなど取っておられましたか？はい、ノートは相当取ったというか、まあもちろんずっと取ってればどんどん増えていくと思うんだけれども、取ってました。でノートを取ってトレーニングしてると、ノートを取ってなくてトレーニングしてる、特に最初の5年くらいかな、まあ初心者中級者と言われる時代は、このノートを取ってることによって伸びるとは全然違ってきちゃうので、これは絶対おすすめ。ノートを取って自分の回数重量を狙っていくというところはおすすめで、俺みたいに重量を伸ばすというところじゃなくて、現状維持または重量はどっちかというと減っていくということになると、いろんなバリエーションを増やしてと、違う重さではなくてね、今度は筋肉を疲労させてということで違う方向に移していくわけなんだけれども、もちろん最初の5年は重さを、回数を増やしていくということに、集中するためにはやっぱりノートを取った方がいい。